さあ、クジュさん、クジュさんを大きくこう動かす一言があったわけですね。そうですね。ええ、どうして日本酒しか作らないの？うん。まあ、確かにね、うん、今考えればその通りだなと思うんだけど、あの時聞いた時は何言ってんだこいつと思ったんだけどね。うん、まあ、そりゃそうですよね。だってずっと伝統が、クジュさん5代目の蔵元でしょ？100年以上続いてる蔵に、うん、それ日本酒しか作んないのと、だって任天堂というゲーム会社になんでゲームしか作んないのって言ってる。ね、確かにね、うん。その蔵の大決断がありました。そう。うん、で、まあこの梅酒をやるっていうふうに決めましてですね。はい。梅酒をやるって言って、じゃあ、これをまず会社で梅酒をやるっていう話をしたんですよ。はい。そしたらですね、まあ、反対を食らいまして。でしょうね。なかなか僕の言うことに反対する人ってそういないんですけど、はい、あの時はね、マジですかみたいな感じで。いや、今まで日本酒、日本酒って言ってたのに、今梅酒をやったら逆に、南部美人はなんか違う方向に走ったって言われるって、営業からも言われるし、はいはい、ね、せっかく日本酒でここまで一生懸命やってて売り上げも伸ばしてきてるのに、今はそういうふうな新たな挑戦をね、うん、別の種類を作るっていうのはリスク以外の何者でもないとかね。はい。挙句の果てに最後、究極の反対はうちの親父で、はい、うちの社長で、はい、なんで日本酒を作ってる南部美人っていう蔵が、はい、梅酒なんぞ作るんだと。梅酒なんぞね。商品そんなものを作るんだと。うんうん。いうことを言うんですよ。梅酒なんか作るんだって。はいはい。だから彼にしてみれば、もう社長にしてみれば、梅酒なんて飲んだこともないし、そんなのは、まがいものの酒以外何も、もう酒として認めんぐらいの勢いなんですよ。それをこう、伝統と格式のある日本酒の蔵がね、うん、梅酒なんてものを作るなんてのは持ってるのかなみたいなね。そうだよね。うん、だって、地だけの良さを守ってきた蔵ですもんね。そう。で最後の最後、挙句の果てには、もう、それでも俺はやりたい、挑戦してみたいって言うと、はい、最後の最後にうちの社長は、もう、梅酒作るなら、もう南部美人っていう名前を付けさせると。ああ。だから作るんだったらお前は、コウスケ正宗とか、待ってくれとか言われて、でも、僕は、南部美人というお酒、南部美人というブランドに、新たなお客さんを取り込みたい。はい、はい。だから、南部美人というブランドで梅酒をやらなければ、全くもって意味がないわけですよ。はい。コウスケ正宗の梅酒なんてやったって、それが南部美人と繋がらないわけですよね。そうですよね。そうなれば、別会社作った方がいいだろうって思っちゃうぐらいで、うんうん、それこそ全然関係ない。そもそも論の根底が揺らぐわけですよ。はい。ね、南部美人というブランドをもっと広く認知してもらって、いろんな方に触れてもらうために、日本酒を飲めない苦手だっていう人にも、飲んでもらうために、新たな挑戦をしたいって言ってるのに、コウスケ正宗では意味がないわけですよ。で、そういうですね、ことを繰り返しながら、反対を繰り返しながら、説得をしていくわけですよ。で、まず一つの一番の説得材料。今、梅酒が、どれだけ市場で認められてるか。はいはい。うちの親父たちなんかは、梅酒って言えば、長屋だろうと。うん。それ以外はないだろう、みたいな。確かにね。梅酒は長屋以外ないと。あんだけ CM してますもんね。あ、それ以外のところが、まあ、要は、大きな恐竜にね、うん、アリンコ南部美人が、戦いを挑むようなものだと。はい、はい。そんなの無理と、うん。地酒みたいにね、日本中に何百、何、ね、千何百あるわけじゃないんだから、梅酒って言ったらもう長屋しかないのに、そこに南部美人が梅酒作って何するんだみたいな状態なんで、うん、そうじゃないよと。今梅酒には、いろんな蔵が梅酒に挑戦して、まあ、いろんなメーカーが梅酒を作って、こんなに種類あるんだよと。うんいうことをまず見せました。はい。実はそうなんですよね。そう、そうなんですよ。いろんなとこが作ってるんですよ、うん。で、いろんな蔵が作ってて、さらに、その蔵を見せていく中で、影響力が強い有名な地酒蔵ってあるじゃないですか。はい、ありますね。その有名な地酒蔵も梅酒作ってんだよっていうのを見せるために、うん、その有名な地酒蔵が作ってる梅酒を取り寄せて、見せました、それを、はい。地だけじゃ信じないから。うん。浦霞さん、宮城の浦霞さん。はいはい新潟の八海山、うん、石川県の天狗米、うん、もうそういったところの梅酒作ってるわけですよ。はい。ね、いわゆる有名地酒蔵元が。で、こう、そういうところが作ってんだよと。見てごらん。こう、裏霞ですら作ってんだよ、梅酒をと。いうことで見せるんですよ。ええ、そこでうちの社長も、裏霞が作ってんのか、っていうわけです。でも、それでも、
売れるわけないだろと、うん、そんなにやって裏かすみは金もあるし蔵もでっかいから遊びで作ってんだとか言い出すわけですよ。ひどいことに、あ、お前はそれを真に受けて信じるんじゃないとか言い始めて、で、あ、こりゃやっぱり数字見せなきゃダメだということで、梅酒が今日本でどのぐらい売れてるかっていう数字の統計を取って、うん、梅酒含めたリキュールとね、梅酒の数字を見せてやるんですよ。はい、そしたら梅酒の数字ってのはここ10年でもう右肩上がりで伸びてきてるんですよね。それは当然ね、はい、あの町屋だけでの世界にいろんなところが参入してって梅酒のブームも起きてるし、うん、そういうのを見せるんです数字を、はいはい、で見てごらん、日本酒は右肩下がりで下がりまくってってるけども梅酒はこんなに上がってってるよと、しかも数量が日本酒のね100分の1程度のもので言ってるんじゃないんだと、日本酒の数量このままで追い越していく可能性だってあるんだよと、そういうリキュール全体でね、はい、そうなればあの日本酒日本酒って俺たちは言ってるけども、千何百分の一の日本酒と梅酒だったらね、数百分の200とか300分の1になるんだと、うんうん、そういうことをこう数字をですね使ってトクトクと説得していくんですよ、はい、梅地酒蔵も梅酒を作ってる、うん、日本全国にはいっぱい今梅酒がある、うん、そして数字もこれだけ伸びてると、だから南部美人も挑戦する意味があるんだよっていうことをもうとくとくと説得していくんですよ、そうしたら最後はやっと折れて、じゃあまずやってみろと、はい、ただ俺は認めんと俺あのやるならまずやっても販売するとかそういうなった時はもう一回ちゃんと取締役の承認を得てからやれと、なるほどあのスタートするんですよね、作る許可だけは降りたわけだ、そうやるっていいよって、とりあえず試験的にやってもいいよという許可は降りるんですよ、うんうん、あ、じゃあ、まあ、それを受けて、じゃあ、やり始める。まあ、まあ、やり始めるっていうか、もうやり始めてるんだけどね、実際は。はい、で、それでやっていくんですけど、で、梅酒を、じゃあ、今度は、じゃあ、市場にも、実際取引先にも聞いてみなきゃいけないっていうことで、うんうん、取引先の日本酒南部美人を扱ってくれてるお客さんの中で、まあ、梅酒をたくさん売ってる酒販店さんっていうのはいっぱいあるんで、その梅酒をたくさん扱ってる地酒専門店さんに行って、何店かに行って、はいはい、いや梅酒を南部美人でちょっとやってみたいと思ってるんですけども、どうですかって話をしに行くんですよ、うんうん、そしたらね、またこれが全部の酒販店からやめた方がいいよって言われていや、なんでって聞くわけですよ、みんなやってるし、ええ、もう数字も伸びてるし、まあ南部美人が梅酒やったって悪くないでしょって話をしたら、いや久慈くん、もう梅酒はね、うん、いっぱいいろんな蔵から出てる。知ってると思う。赤さんとか、八海さんとかね、天狗前やってると。だから調べたんだもんね。ランテムで、のところもやってるんだと。うん、今更ね、悪いけど南部美人が梅酒をやりましたでは、まあ確かに売れなくはないけど、もうすごくね、それが、蔵の面を左右するような売り方、売られ方っていうのはないよと。もう後発だからね。後発だから。うん。応援はするよと。やるなら確かにやってはあげるけども、力は入れられないなっていうような感じ。そういうことを俺も、っていう状況ですよ。はい。無事やるなら売ってあげるよみたいなの答えを、期待してんのに、ちょっと無理かな、難しいかなみたいな答えばっかり返ってくるんですよね。せっかく蔵の方を説得してゴーサインが出たのにね。まあ説得し、やっとやろうかなと思ってる時に、いきなりダメ出しみたいな状態で。そしたら、ある、その中でも一番梅酒を売ってる市販店さんが、こういうことを言ったんですね。はいはい、薬事君、梅酒はね、酸性だけど、まあ、市場が飽和状態にもなってきてるから、うんうんうん、今のままでは無理と。でもね、南部美人にしか作れないって言えるような梅酒がもしあれば、それは絶対売れるし、俺は売りたいと思う。なるほど。いうことを言うわけですよ、うん。南部美人にしか作れないような梅酒。そういう宿題をもらうわけですね。はい。でも、それも今考えればひどい話で、うん、梅酒作ったことない俺に、そんな難しい宿題ですよ、うん。足し算、引き算、掛け算、割り算できないのに、微分積分をちょっとやってこい、状況で、うん、何、今だったら何言ってんだろうと思うけど、その時僕は必死ですから、はい。わかりましたと。宿題をじゃあいただいて、一回蔵に帰って、うん、検討しますって言って、うん、蔵に戻ってきて、いろいろ考えるわけですね。はい。まあ、それと並行して、市場調査ということで、お客さんにもいろいろ話を聞いてみようということで、うんうんうん、南部美人のライブツアーとかね、南部美人のお酒の会っていうのをしょっちゅうやってました。はい、はい。
うん、お客さん、一般のお金を出して飲んでくれる一般のお客さんと触れ合う機会に、まあ日本酒持ってってる時に、まあ南部美人でちょっと梅酒やりたいと思ってるんだけど、その皆さん梅酒ってどういうイメージ持ってるって聞くと、いや、梅酒はね、別にね、嫌いじゃないよと。うん、で、梅酒ってなんかヘルシーですよねと、うん。すごく健康イメージ高いよねと、うん。いうことを言う人はほとんどなんですよ。はい。中には、そういう人はほとんどで、梅酒に対してネガティブなイメージを持ってる人はあまり多くないんです。うんうん、でも、日本酒のお客さんは、口を揃えて必ずこれを言うんですね。はい。でも、梅酒は甘すぎる。うん。これを言うんですよ。はい。うん、まあ確かに日本酒と比べたらとんでもない甘いし。確かに。もう甘すぎてね、まあ悪くはないと思うけど、好んでたくさんは飲めないなって、うん、俺は酒の方がいいなっていう答えが多いんですよ。まあ日本酒ファンはそうですよね、多分ね。お客さんだから当然そういう答えになる。うんうん。甘すぎると。で、女の人によく聞いたんですけど、女性は特にね、いや、梅酒って健康イメージ高いけど、すごい砂糖入ってますよね、つって、うんうん、知る人多いんですよ。うん。その中で、いや、日本酒はどうなのって聞いたら、日本酒は砂糖一切入ってないから、はい。毎日は米だけだしね、こんなにもう美味しいし、ヘルシーなものはないって言うんですよ。うん。日本酒知ってる女の人たちは。うん。ああ、知ってる人はそういうイメージなんだって思って、だただそこでヒントになるのが、梅酒って健康イメージは高いけども、はい、甘すぎる。うん、梅酒ってこうヘルシーだけども、砂糖いっぱい入ってるよね。気にしてる人はいっぱいいる。なるほど。まさに梅の持ってるイメージと、その梅酒全体の砂糖のイメージだ。そう。うん、こう裏腹なイメージを両方持ってる、うん。面白い、そこはね。相対的に梅酒は健康イメージが高いっていうのはみんなの答えなんですよ。うん、だけども甘すぎるとか砂糖いっぱい入ってるっていうのを気にしてる人はかなりいるんですよ。はい。なるほどなぁと思って、市場は、そうか、市場は、南部美人、梅酒は評価はしてるんだけども、甘いとか砂糖いっぱい入ってるってことを気にしてる人いっぱいいるんだなってことが分かってくるわけですよ。はい。で、なるほどね、なるほどねっていうことで、蔵に帰ってきて、自社のお酒をこう、いろいろ見ながら、じゃあ、南部美人にしかできない梅酒ってなんだろう。はい。南部美人が梅酒をやる大義って何だろう、はい、まあ、南部美人が出す梅酒の答え、南部美人しかできない梅酒の答えは何だろう、はい、そういうのを模索する日々が続いていくんです。その時に、うちの商品の中で、南部美人にしかない商品っていうのを選び始めていくと、いろんなのがある、まあ、何個かあるんですけど、その中でも一つ、キラーッと光って僕の目の前に現れた商品が、うん、善光寺仕込み、はい、オール麹っていうお酒だったんですね。お酒は麹と水だけで作るお酒で、うん、非常に甘みも酸味もアミノ酸も多くて、普通の日本酒と比べると、うん、甘みも酸味もアミノ酸も3倍あるんですね。はい、非常に濃い酒、うん。普通の日本酒を白ワインの普通のものと考えると、このオール麹っていうお酒は、寄付ワインみたいな味わいなんです。うんうん、同じジャンル日本酒なんだけども、日本酒ジャンルなんだけど、全然違うよってこと。確かにね。うん。じゃあ、これは南部美人のこの善光寺仕込みオール麹っていうのは、1998年に開発をして、はい。9年から売り始めてる。いわば、日本酒業界ではオール麹、善光寺仕込みといえば南部美人だよねっていう、南部美人のオリジナル技術なんですね。なるほど。他の蔵に分け与えて、皆さんと一緒にやってるっていうのが現状で、うん、オール麹といえば南部美人、南部美人といえばオール麹っていう図式が成り立ってた。はい。ちょっと待てよ。南部美人にしかできない梅酒。っていうことは、原酒のお酒に南部美人らしさが出てるものがいいだろうと。うん、最もたるのはこのオール麹だと、うん。これは南部美人しかできない南部美人のオリジナルだと。よし、これを原材料にしよう。そうすれば南部美人にしかできない梅酒の答えに近づくんじゃないかっていうことで、オール麹を原材料にすることに決めたんです。なるほど。いや、くじさん。で、もう一つオール麹を原材料にした理由の一つが、南部美人にしかないオリジナル技術だっていうことももちろん一つそうなんですけど、もう一つの理由は、うちの嫁がね、このオール麹に、いちごを入れて飲むと美味しいっていうのを見つけてて、いちご潰して飲むとすごく美味しいんですよ。はい、普通の純米酒にいちご入れて飲んだらとても美味しくない、まずいんです。うん、オール麹は美味しいんですよ。これ何なんだかわかんないんだけど、とにかく美味しい。それを見つけてそういうふうな飲み方を進めてた。つまり、果実とか、そういったものを入れて美味しいっていうのが分かってたから、うん、じゃあ梅入れても美味しいはずだっていうことで、このオール麹を原酒にするっていうふうに決めた。なるほど。南部美人のにしか作れない梅酒の答えとして、まず一つとして、南部美人のオリジナル技術の善光寺仕込みオール麹だからそれが答えの一つだよと。さらに、いちご入れて美味しいんだったらば、梅入れても美味しくないわけはないと。
いうこの二つの理由で、オール麹を原酒にして、梅酒作りを始めようっていうことになるわけなんです。なるほど。くじさん、続くですね、これは。続きますよ。はい。ただその糖類無添加っていう話にならないんですね、この時点で、うん。ならないね、本当に。梅酒を作るというイメージしかない。今の時点で、オール、あの、南部美人は糖類無添加の梅酒を作るってことは全く頭にないんです。うん、なるほどね。あ、砂糖が気になってるっていう意見はいただいてるから、はい、そこは加味しなければっていうことは頭にあるんだけど、基本的にここの時点で砂糖を使わないってことはないんですね。わかりました。はい、藤井さん、続きは次回です、はい。そうですね。はい。次回、そこからどうやって糖類無添加の梅酒につながっていくかっていうことをお話ししていきたいと思います。ありがとうございました。また来月よろしくお願いいたします。TJS Japanese Radio Station